元 KATTUN の田中隆子と歌手の KOKI32 が3月13日に東京渋谷のライブハウス、TSUTAYA OTSWEST で行われるイベントに出演することが9日、分かった。同所は昨年9月1日に解散したロックバンド、INKT 時代に初ワンマンライブを行った思い出の場所。昨年の不祥事から年末に復帰したばかりの KOKI が再始動後、同所に初登場する。KOKI は昨年5月に大麻取締法違反容疑で逮捕、6月に不起訴されていた。イベントは、ロックバンド、CODEOF0 が3月13日に発売する自身初のミニアルバム、TRUETOMYSELF のリリースを記念したものとなる。